さあということでこの時間ゲストの方、はい、スタジオ入ってきてくれました。本日のゲスト蝶花楼桃花さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、3月21日より真打ち昇進いたしまして、うん、春風亭ピッカリ改め蝶花楼桃花になりました。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。調べたら、はい、この1ヶ月でラジオ10そんな出てんの？ちょっとすごい出てますよ。ビバリーはね、この間そう先週ビバリーに出させていただいて、はい、ジャックですよ。ジャックだね。とにかく広めないそこで言った話以外をなるべく今日はしていただいて、ね、はい、あるそんなもうないですよね。いろいろ喋ってきましたよね。はい、大丈夫です、大丈夫です。すごいですよね、はい、もうやっぱり大変だったんですか、この1ヶ月は。はい、あ、まあ、お披露目興行もやっと終わって、はい、ちょっとこういうあの媒体に出させていただいて、もう一生懸命蝶花楼桃花を、うん、あの叫んでるところですね。名前が、そうですね、名前が変わっちゃったので、あ、はい、商店マンとかも、ね、出てました。そうですね、出させていただきまして、桃花になってから初めてその地上波に出させていただきまして、はい、ピッカリさんの前は何なんですか。春風亭ポッポという名前で、ポッポ、ね、ポッポさんですよね、はい、覚えてくださってますか。もちろんですよ、ポッポさんがピッカリになって、うん、蝶花楼桃花になりました。ねえ、もう真打ちですか。はい、そうなんですよ、はい、蝶花楼っていう、はい、あ、これも他のラジオで喋ってそうだからやめとこう。いや、でも聞きたい、聞きたいんだったらいいんじゃない、別にそれは。そう、あ、なんでだと思う。じゃあ蝶花楼桃花の理由、鬼滅っぽくしたかったから。ああ、鬼滅っぽいですね。ね、鬼滅って言っちゃった。江戸っ子みたいになっちゃった。鬼滅っぽいですよね。鬼滅っぽいから、はい、なんだっけ、あのね、蝶屋敷みたいなね、あのうちの師匠が、うん、まあ独り立ちをするということで帝郷から変えようというふうになりまして、うん、兄弟子二人も帝郷から変わってるんですね、うちの一門は。そういうこともあって蝶花楼をうちの師匠が引っ張ってきてくれて、うん、大きな名跡なんですけども、これを継がせていただくという運びになります。そういうのってなんかこう帝郷、うん、その、うん、なんか一応関係してる一門の、はい、こう屋号からこう、うん、来るんですか。そうですね、一応師匠の王将でございます、うん、林家彦六という名人がいたんですけど、その前名が蝶花楼馬楽という名前だったんですね。それで、まあ、縁があるということで、うん、で、今、3年前にですね、蝶花楼馬楽師匠を名乗ってた方がお亡くなりになりまして、この蝶花楼という名跡が誰も継げる人がいなくなってしまう。なるほど。このままじゃ途絶えてしまうということで、師匠が帝号だけでも復活をさせようということで、私が継がせていただくことになったんです。ちょっと深い意味が。桃花は、もう普通に。はい、うちの師匠が、うん、生命判断を何個も調べて、うん、はい、大吉になる、すべてが大吉になる、うん、何かを成し遂げるという大きな名前らしいです。だって、この師匠は、顔のやつもできますもんね。顔相、なんつうの、顔相、そう、感想学、感想じゃなくて、そう、うん、はい、ああいうのとかもやってますよね。そうです、耳を出した方がいいとか、そうそうそう、君はこんな耳をしてるから言うこと聞かないんだとか、うん、それで小言耳が悪い、それで何度も髪型変えてるんですか。それは違うんですけど、それは違いますちょっとピッカリを引きずらないようにちょっとね、うん、桃花としての髪型をちょっと作ろうと思いまして、うん、シルエットも変えて、はい、変えて、はい、大不評なんですけど、大不評なの。なんかピンク色とかにしちゃえば、ピンク色にしちゃったらいい。あ、桃花だから。ダメ。いや、それこそ鬼滅っぽくなんじゃないの。ちょっとね、狙ってる感じですけど、でも、うん、確かにちょっとね、ピンクは入れようかと思ったんですよ、うんうんうん、なんか いいですよね。今のジャンプのさ、あかね話、ここにピンク入ってるから、うん、あ、知ってる、知ってます。落語のね、話、はい、もう超流行ってほしいです、はい、モデルになっちゃえばもう勝手に後から、あ、私がじゃあミニスカートでやるとか。後追いのモデル。私ですみたいな。明るい話。いいですね。言い切ればもうね。うんうんうん、乗り切っちゃえばね。ね。いけるかも。禁止されてるわけじゃないんですよね。何を別に金髪とか。だって師匠だって、あ、大丈夫です、大丈夫です。うちの師匠だったら金髪ですか。そうですもんね。でも私がね、金髪にしたらちょっとね、二人で出落ちみたいになっちゃうんで。うん、ちょっとさすがにね、指定だと。あれなんで、やめましたけど。だからこそできるかもしれないです。そうですか、ね、うん。すごいな。さあさあ、この後ね、はい、たっぷりとお話聞いています。よろしくお願いいたします。お願いします。お待たせしました。毎日2時台最初はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒に笑いをお届けしていきます、改めまして本日のゲストはこちらの方です。3月21日より真打ち昇進しました蝶花楼桃花です。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、
まあ、桃花さんはそのだからピッカリさんポッポさんの時代から、うん、その小朝師匠となんかこう一緒ね落語会とかっていう時には必ずいらっしゃってね、うんはい、あそうですね現場でよくお会いしてよくお会いしましたけど、はいね、でもがっつりこうちょっとね、はい、お話しするのはなかなかなかったですね、はい、教会も違うので、ね、そうですね現場でちょっとお会いするっていう感じですね落語協会の中では、はい、漫才協会 の、はい、漫才師とかも結構仲いい人いるんですかあはいロケット団とか、うん、あロケット団飲みに行きます、はい飲み行く飲み行きます飲み行くんだはい仲いいですねはい、うちとかも行きます、うん、家行ったりするんですか家行ったりします倉本こう倉本先生じゃないですね倉本先生別に仲悪いわけじゃないです三浦先生と仲いいですねあ、はい、三浦さんの仲いいんだめちゃめちゃ仲いいです、はい、そうなんです、ねはい、そうそうなんか結構三浦さんのブログとか見てたら、うんはいはい、なんか玉之助師匠とかよく出てくるから、うん、仲いいんですよねそうですね私の兄弟子小室玉之助、はい、そうなんだ仲いいですね、漫才協会ともねだからちょっとつながりはあるというか、はい、他はにゃんこ金魚師匠とかはあ、可愛がっていただいておりますねこの間もお披露目の時うん、金魚先生が、うん、頭飾りをつけてくださって、うん、はい、あれ嬉しかったですえ、ももかさんの飾りそうです私が真ん中にいてどうやって作ってでも私たちの手ぬぐいを切って、うん、で私のポスターをここに貼り付けて、うん、ももか師匠ですってやってくれたんですよ金魚師匠ね、うん、頭の飾りを自分で作るんですよねなんかねそれが超素敵で、まあ、ちょっとその先輩方 の、あのお披露目の時それいつもね飾ってくださるので、うんうんうん、それちょっと楽しみにしてたんですよ、うん、夢が叶いました長いよね全部100円ショップでねやってきた材料で作るんだってそうそれであの博物館とかおやりになってるんですよね頭飾り博物館みたいなどこで昔おやりになってるのその自分のコレクションをそうコレクションを展示してるんだそうです園芸ファンもそれ喜ぶっていうねあそれ知らなかった、ね、あ本当ですか、ねうん、やってらっしゃいましたよあそうなんですか、はい、なんかバナナのバナナを立てるやつで立てるって言ったね昨日すごい聞いたの初めてどういうことバナナを立てるやつあの100円ショップにバナナ立てバナナスタンドみたいのがあるんだって草を引っ掛けてねそうそう、うん、なんか、はいはい、あの置いとくあれをまずガッてこう刺してそこからいろいろ100円ショップに売ってる人形で土台がバナナ立てなんだ、うんそうなんだそれは知らなかったですでもすっごい凝ってるんですよね、はあ、面白いです、他なんかあったけどにゃんこ金魚いやにゃんこ金魚縛りじゃないですよ今日は別にねとにかくねやっぱり、ケータリングが素晴らしいですね、うん、いつもあのうちのハルハル堂のですハルハル堂のケータリング、はい、俺日本一だと思ってありがとうございますなんであんな喜んでますうちのスタッフさん、まずペリエが出るっていうのはなかなかないですもんねそうですね、うちの師匠がペリエは必ず好きなのでペリエ好きですもう私も前座の頃はペリエを持ち歩いてましたね、いつでも師匠の前に出番前とかもペリエペリエだからだって炭酸出番前ってちょっときつくないですか、うん、なんかお腹いっぱいになったりなんか出そうじゃん、ねうん、関係ないです関係ないうちの師匠は割とクーって飲んでから上がったりしますあそう、はい、なんかグルメじゃないですか小朝師匠だから弁当とかも、うん、なんか食べたことないような高級なお弁当が出るのよね。そうですね。ケータリングかなり命かけて、うん、あのハルハルドもやっぱり。だから今度小朝師匠がいない時の自分の、はい。はい会です。会の時とかは。いや、ちょっとプレッシャーですね。結構プレッシャーじゃないですか。そうですね。やっぱちょっとなんかそういうイメージがあるみたいで、美味しいもの出てくるみたいな。顔見たら。朝一問だからっつってね。はい、ねじゃちょっとね、なんか考えなきゃですね。ね確かに。かもしれない、それは。教会違うけど、真打ちのお披露目ってね、はい、要するに園芸ホールで、もうずっと10日間、顔見せ興行をやるじゃん。はい。だから毎日、こうケータリングとか用意しなきゃいけないんだよねお弁当を出したりそうですねやっぱり自分たちでやられるわけですよそうですねそれは自分たちでチョイスしてその かぶらないようにでこの師匠は何がお嫌いだからとか家族が何人いるからとか、そういうところで何個か持って帰っていただくとか、で今はなんかコロナのあれがあるので、個包装になっていなくちゃいけないとかやっぱそういうなんか縛りがあるのでその中で何を持っていっていただくか、50日間それはかなりいろいろ50日間すごい気配りお披露目期間中はもうその一緒になった同期と一緒に絶対に被らないようにそれをこうやり合ってっていうのは前座さんの仕事のように見えるけど、はい、真打になった方が、まあそうですね、やっぱり全部仕切らなきゃいけないから、ね、やっぱり出すのは私なので、まあね、買ってきてもらったりとか後輩に手伝ってもらいますけど、考えるのはね私なので、やっぱりそれはで、また師匠がそういうことをすごく気にするので、やっぱり
ちゃんとしたものを持って帰っていただかないとみたいなことは、はい、考えましたし、これからもちょっとねあるかなと思います。じゃあなんか正蔵師匠だったらこれが好きみたいなのあるんですか？ありますね。何がちなみに師匠はですね、例えばですね、便末のお弁当を用意しても、うん、便末の中身のこのタコの、うん、あの煮物が入っているのがいいとか、そのめちゃめちゃ細かいんです。情報を仕入れるんですか？いや、それはもうね、みんなのこの全体の中で、共通なんであるんですよ。で、タコ入れた、タコ入れたみたいな、みたいな会話があるんです。で、タコ入れるとちょっとかなり値段が上がるんですよ。そう、タコ1個入れるだけで、入れるだけで1000円ぐらい上がるんですよ。そう、800円ぐらい上がるんですよ。タコすごくないですか？そうか。でもこのタコが入ってるか入ってないかはかなり重要で、はい。でお赤飯にするかとか、うん、二段重ねにするかとか、みんなそれはもう命がけで真打ちは。いやちょっと無理よそれは。で大丈夫だって。でもどうなるんだよいつかお披露目興行さんが。そうですよね。あなたおかみさんだからね。おかみさんよろしくお願いしますですよ。その時一緒にいるか分かんないです。やだやだ。怖いこと言ってもすぐネットニュースになるから。そろそろ真打ちなんでっつって。こんだけこんだけ話してもそれしか使われないじゃん。嫌だな。いやでもダンさんすごくお世話になっておりました。本当ですか？あ、こちらこそありがとうございます。そもそもは、アイドル目指してたとか、あ、私ですか？芸能界はどういうきっかけだったんですか？何かしらも、ミュージカルが好きで、ミュージカル学科に通ってたんですけれども、ミュージカルとかアイドルとか、とにかく、生の舞台のものになんか出たくて、で、全部宝塚とかも全部。受けた？はい。受けられなくて、違う。背がちっちゃすぎて。え？そうなんですか？娘役でも全然無理な。身長あるんだ。あります。今結構高いですよね。表には出してないんですけど、一応このぐらいないとねっていう基準があって、それよりだいぶ下まで。で、どんどんこう夢破れて、まあ演芸家に拾っていただいたみたいな感じですね。でも演芸家入ってね、なってからは、その、AKB の、はい。オーディションみたいな。そうそうそう。大人 AKB。あ、大人 AKB。最後の二人までの。最後の二人まで行ったんですよ。すごいですか？結構何年か前ですよね。そうですね。二つ目になって数年経ってぐらいなんで、でも七、八年前ですかね。はい。誰も覚えてないですけどね。大人 AKB。なんてこと言うんですか？私いいとこまで行ったんですから、僕、生涯言ってきますよ、私。二人ってすごいよ。その方が、あとで明かしたことなんですけど、その方がご辞退したら、ピッカリさんお願いしますって言っていた。いただいてて、師匠にも報告して、そういうふうに言ってもらってますって言って、で、結局その方がお受けになったので、そのままだったんです。だいぶ大人の方だったんですか？お子さんのいるママさんだったんですよね。ちょっと、引きはありますよね。そうなんですよ。美魔女だしね。タイトルが、ママは AKB っていうタイトルがついてたから、これはママなるなとは思ってたんですけど。ママは AKB って書いてあったんですよ。だから私無理じゃねえと思ってたんですけど。絶対かわせるじゃないですか、それ。完全に。でもあれでしょ、その落語家なる前は、元の AKB の方にもオーディション受けたんでしょ？第一期を、サバ読んで受けまして。サバ読んで？そう、だってサバ読まないと受けられない年齢だったので。あ、そうなんだ。そしたらサバ読む。あっちゃん、あっちゃんとかと。そうです、そうです。ねえ、もしかしたら。で、そこで結局落ちて落語家になったんですけど。すごいですね。小朝師匠は全部そこら辺まで知ってて撮ってくれたんですか？もちろんです。もうそれ、AKB のことはさすがに。言いましたけれども、後から言いましたけど、最初にはもうちゃんとこういうことをやってきてっていうことは言いましたね。そしたら、その場で撮るよって撮ってくれて、何回か断られるっていうじゃないですか、親を連れてきなさいとか。まあ3回目にやっととかね。ね、聞くじゃないですか、それかと思ったら、もうまさかの次の日現場行って、決めポッポだからって言われて、もういきなり落語家人生がバンって始まって、そっから今に至るみたいな感じです。もうポッポは一夜考えてくれたんです。そうなんです。私がその、頼もうってこう、弟子にしてくれって言った時が、世界平和記念日っていう日だったんですって。で、平和の象徴、鳩のポッポ。で、ポッポだから。本当に。で、次からもう次の日からずっと一緒のカバン持ちでついてってっていう毎日になったんですよね。だから本当に、ここで師匠にところに行って、こう、今の私があるので、本当に、よかったなと思って行って。大変だったんじゃないですか。やっぱ分かんなかったんじゃないですか。もう落語のこともそんなに。確かにその小さい頃から落語をめちゃめちゃ見てるみたいなタイプではなかったんですけど、だからこそなんか思い切って入れちゃったみたいなところはあったと思うんですよね。着物の畳み方とかね。はい。袴とか難しいでしょ。覚えるの大変だったんじゃないですか。そうですね。最初は。でも
それよりもやっぱりその女性が、うん、私、真打ち、女性の真打ち10人目なんですけども、うん、やっぱり少なかったので、うん、まずその女性の、うん、がどういうふうに落語をやるかっていうのがまず、わからない。もちろんパイオニアいらっしゃるんですけど、その中でのあれだったので、まず楽屋にね、女性がいるっていうのに、師匠方が慣れてないので、着付けとかもなんか聞かせてもらえなかったりとか、最初は結構いろいろそうですね。ドキドキしちゃう人もいるだろうし、最初。あと、女に話なんかどうやって教えていいかわかんねえよって言われたりとか、やっぱりそういうのはやっぱり、女性用の古典落語とかっていうのは別にないわけでしょ。女性用って書いてあるってことですか？いやいやいや、女性が登場人物ね、圧倒的に男性の方が多いからね。そうですね。男性目線で全て作られているので、古典落語に関しては。なので、全てにおいてやりづらいというのは共通してると思いますね。それはなんか、小朝師匠からアドバイスとか。やっぱり最初から、落語は女性に難しいから、君はそこじゃないところを、君なりの、その、古典を聞くんだったら男性を聞いた方がいいっていう風になってしまうから、そこと勝負するんではなく、君なりのものをやりなさいっていうようなことは常に言ってくれてますね。女性の人の方がなんか、俗曲とか多いじゃないですか。三味線とか。あれなんであれがまたね、お囃子さんとか多いのか分かんないですけどね。確かに。ああいうのは多いですけどね。華やかっていうのは。あと、そうですね。技術とかね、手品の方とか、ね。女性多いですね。多いですもんね。確かに。お囃子さんで男性っていないですもんね。うん、いない。あんまいないですよね。めちゃくちゃいるの。それはそれでなんかまた不思議な風習ですけどね。今後まただからそういうのも増えてくるんでしょうね、男性。なるほどですよね。女性の話し家のところに男性が入ってるって例がないんですけど、うんうん、今、あの、江戸の方では。なるほどね。そう、ないんですけど、例えばそういう方が出てきたりとか、多分男女差がと、だんだんなくなっていくんだろうなという気はしてますね。うんうんうん、なるほど。僕らは漫才協会と落語芸術協会なんですけど、はい、落語協会の、はい、その、例えば、ペペ桜井さんみたいな、はい、こう色物の人ってあんまりわからないんですよ、はい、結構やっぱみんな面白い人多いですか、個性的な人っていうのは。いや、ペペ先生とかもだって、うん、ね、普通に歩いててもちょっとね、異彩を放ってるじゃないですか。なんかやっぱり、そうですか、やっぱりあ、そう、ただもんじゃないなって感じはありますよね。怪しいってことですね。そうですね、まあ、見た目がもう色物の人って面白いっすよね。面白いですよ。昨日もボンボン先生。ボンボン先生、はい。おかしかったそう、なんかやっぱり一緒にいるだけでも。やっぱり変なおじさんたち多いです。変なおじさんたち多い。変なおじさんですよ。かっこいい変なおじさんたちが。そうです。まだお元気ですか、皆さん。お元気ですね。ペペ先生なんかもう本当ダンディーで、うん、私が前の髪型の時は、うんうん、ピッカリちゃん今日も可愛いねって、うん、毎回会ったら言ってくれたんですけど、うんうん、この髪がなったら一回も言ってくれなくなってベジータと思って、いやこれダメなんだなと思ってちょっと凹んでるんですけど、あるんだよ、好みがあるのね。好みがある、ね、あ、そうですか。前のが良かったって言われました。でもそういう優しいですね、優しい、みんなね、みんなこうね、お祝いしてくれてる中で、あれでしょ、うん、女優ののんさんが、はあ、なんかあれでしょ、絵描いてくれたんでしょ、のんちゃん、のんちゃんが描いてくれたんです。なんかよく落語会に来てくださってて、うんうんうん、本当にびっくりするんですけど、彼女オーラすごいんで、うん、いるだけで分かるんですけど、うん、なんか落語会にいるっていうのはね、うん、噂は聞いたことあるけど、客席の方がギャラ高いわと思いながら、うん、もうやるわけですよ落語、うん、で結構来てくださってて、うん、でお祝いにって言って私に絵をプレゼントしてくれて、創作アーティストってね、やってらっしゃるので、うん、それを後ろ幕に使わせていただけることになって、お披露目の、はい、なのでのんさんの絵の前で鳥を撮らせていただいたり、はい、しました。すごいことだこれは。はあ、なんでまだまだお披露目公演はね、興行は予選の興行は終わったんですけど、はい、続きますんで、うんうん、ぜひ ね、入らせていただきたいです。はい、また一旦、CM で、うん、この後も長家老桃花さんお付き合いいただきます。はい、さあ今日は、ね、長家老桃花さん、はい、お付き合いいただいております。きびだんごのメンバーじゃないですか、もしかして。きびだんごの方とは仲がいいんですけど、それは別の方なので。そんな設定あったんか。
私はちょっと知り合いあったんかい。知り合いなんですけど、知り合いなんですか。光くんっていうのと仲いいんですけれども。きびだんごっていうのはこれ、はい、ね、アイドルグループですか。なんですかこれ。なんか披露公演にね、きびだんごの5人が駆けつけてくださるみたいですけど。そうなんです。私の広めにきびだんごという、うん、まあ、男性ユニットがいるんですけれども、うん、これ落語できたり、講談できたり、うん、もう傘回せちゃったりなんかするんですけど。別人なんですもんね。そうですね。はい。別人って書いてないですけどね。いや、書いてないよ。説明のとこには。春風亭ピッカリって、などが5人が、5人が結成されたユニットって書いてある。ちょっと書いちゃってんの、うん、にぎわい座に、にぎわい座のミスですね、これは。ダメだな、世界観をね、損なってますね、これは。あ、そうですか。いろいろやられてますね。はい。なんかメールもね、来てたんですけども、はい、ワニパニックさんです。真打ち昇進に合わせて、デビューシングルを出されたそうですけど、詳しく教えてくださいという。デビューシングル。そのまんまですよ。出したかったんで出したんです。なんかかかってきたよ。これです。フライハイ、桃色の花をっていう。初めてのこと。歌っちゃった。これ全力で歌ってるじゃん。歌ってます私が。ね、みんななんかニヤニヤするのやめてもらえます。のね、ちょっとアイドルっぽい、そんな感じにしてくださいって言ったんですよ。はい、聖子ちゃんみたいにしてくださいって。聖子ちゃんだよ。聖子ちゃんそっくりじゃないですか。聖子ちゃんっぽくしたかったんですめっちゃ大好き。でもやっぱりアイドル、はいね、こうアイドル歌手への憧れがあって、はい、だってもう落語家になったら何でもやっていいわけですからね。やらせていただいてますよ。真打ちになったから何でもやっていいですよ。そうですよ ねもうデビューだってしちゃいますよ。そうか、はい、そきびだんごぐらいやりますよ、ね、だ別人ですから、ね、別人だ。だからマインドは風子さんと同じマインドだと思う。違います。ハレサメやフーコと同じマインドだと。やめてください。違いますもん、おかしい。まあ、ちょっとフーコさんという方がいらっしゃるんですけれども、割と似た感じの方が、ね、似た感じの方が心はアイドルみたいな。やってますもんね、女。はい、落語ガールズみたいな。あ、やってらっしゃいますね。あれはまた違う、はい、そうですね、私は入ってないです。そうだよね、はい、バチバチなんですか。違います、違います。きびだんごと違います、ね、だから女流落語家のユニットが何個かあるのよ。だからちょっとあれでしょ、だから桃香さんより先輩は割とこう少なかったけど、はいはい、最近はちょっとやっぱ増えてきたっていう、はい、増えてきた感じ、ね、後輩の数の方が断然多いので、ね、はい、もう30人ぐらいまで、私上10人しかいないですからね。あ、そうか、そうか、はい、だからそういうユニットとかもそうなんです。でまあほら交番っていう世界なので、うんうん、ね、上だとね、うん、いろんなことができるんです。なるほど。そのうち演芸ホールの鳥で歌歌って終わる可能性ありますね。可能性もありますね。はい、ありますね。優遇構成にして、そういうことがやりたがりなので素晴らしい。さあ、じゃあ企画参りましょうかね、はい、今日のスポットナイツ、はい、この時間は、ゲストが今一番気になること、ハマってることなんかをですね、うん、ちょっと伺ってますけども、しますよ。なんかありますか、はい、私これから真打ちになるにあたって、うんうん、まあ、今後お仕事がね、うん、位が上がったわけじゃないですか、うん、まあ、そうですよ。ギャランティーっていうね、まあ、やらしい話ですけど、うんうんうん、上がってくるって聞いたんですよ。なんか先輩方に、らしいんですよ。どうやらどうやら、それってどうやって上げていくのか、この芸人の先輩たちに、うん、聞こうかなと思って。いやいや、相談されても一番話しやすいやつが来た。結局一番話しにくい話、一本いくらとかでやってると思って。だからやっぱそれはだから前座と真打ち、はいはい、まあ、2つ目は違いますもんね。違いますよ、うん、でここでその知名度が上がったわけでもないのに、うん、この上げていかなきゃいけないこの精神力をどう持っていったらいいの。逆にその落語家さんってどうしてんのかなって、うん、こっちが聞きたいよね。あ、うん、でも皆さんだってこのパッてこうテレビとかで、うん、特にこの、まあ、前からご活躍ですけど、うん、パンっていった時に上げるんですよね。これはだから何回かありましたよ、このタイミングでみたいなね。やっぱり、もちろん、はい、だから、まあ、例えば M1 の決勝行ったら、そうですよ、そういうの、そういうの聞きたいです。という我々はちょっとそういうのあるじゃないですか、はい、なんとなく事務所が考えてる、あの白みたいなのが、はいはい、だからもう真打ちっていうのが白にしちゃえばいいってことですか。もちろんそうですよ。なるほど、うん、だからまあ宮治君とかが一番わかりやすいでしょ今。宮ちゃん商店のレギュラーになってドンと、そうですね、明らかに上がったでしょうね、上がりましたね。じゃあ宮地に聞いて、宮地の半額ぐらいの感じで徐々に上げていけばいいですか。具体的に金額の話をしたいんです。ちょっとね、具体的に聞きたいんですけど、具体的に誰も言わないからこれは言えないでしょ。そうですね、これはね、そうですか。
いやでもね、ちょっとあ電車の情報、電車の情報が入りました、うん、JR 常磐線は車両点検の影響で品川駅と土浦駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと運転再開は午後2時40分頃の見込みです。ご利用の方はご注意ください。はい、真打になって、あの、講演会みたいのっていうのは、はいはい、なんか大体、あの、つくじゃないですか。ああ、まあ、作ってる方もいらっしゃいますね。地元の方とか。うん、はい、私、東京出身なんで、そのなんか、地元がある方ってそういうの羨ましいなと思うんですけど、なんとか大使やったりとか、ね、そういうのが全くないので、ちょっと自力で頑張るしかなくて。その東京のどこなんですか。渋谷区と杉並区にこう引っ越してて。あ、ちょっと、もうちょっとね、なんか下町とかだったら、青梅とかだったら、まあね、そうですね、ちょっと味方になってくれそうな空気がありますけどね。地元凱旋っていう感じはないないんですよ。だからそういうのも本当は欲しかったんですけどね。しょうがないね。でもまあ、まあ、なんか30分いくらみたいな話ですもんね。言えないでしょ、ここでだって。私がこんなこと聞いちゃったから、すみません。はるはる堂さんがうまくやりますよ、それは。そうですね、わかりました。じゃあちょっと上げてくださいっていうことで。上げてくださいってことですよね。小朝師匠はだってすごいでしょ。小朝師匠のギャラを聞きたいわ。でも弟子もギャラ知らないんですよ。うん、そう、それは教えないでしょう。そうなんですよ。だから推測でわかるでしょ、推測で。もう、うん、うんって言っちゃった。すごいんだろうなとは思ってますよ。あ、それはでもそれはもうね、うちの師匠ですから。本当はそうなんですけど、話し方って夢ある商売ですよね。だっていや、ね、営業やる方からしたら3人ぐらいしか呼ばなくていいわけだから ね、 そうですね。交通費安く済むし、道具もいらないし、座布団あればできるんだから。本当に腕一本で、腕一本でね、それこそ本当に稼ぐ方はね、奥みたいな人もいるんじゃないですか。いや、いるんじゃないですか。また具体的な金額出しちゃったいるんじゃないですかぐらいでね。そうじゃないですかぐらいの感じで。そうですよ、その話あるよ本当にね。はい、あとね、メールも来てますね、ラジオネームラジコヘッドさん、東京河原版の3月号の記事で、弟子は取らないと書いていましたが、もしも弟子入り志願者が来たら、誰か他の師匠を勧めるんですか。いや、だって私に来るってどんだけセンスないのって思っちゃうっていうか、なんか、そんなことない。いやいやいや、もうこれからいくらでも、いやいやいや、三平師匠だったらセンスないと思う。そんなことないですよ。どうしてそういうこと言うんですか。そんなことないですよ、それは。すごい早かったですね、今。フォローが、ご自分のフォローが。自分でフォローしたら許されると思ってるんでしょうか。すぐ言えばいいと思ってるんでしょうか。でもまずひとまずはね、あの、皆さんおっしゃることかもしれませんけども、うん、自分のことがねちょっと大変なので、うん、一段落して、ね、うん、そういうふうな余裕ができたらあるかもしれませんけれども。そういうことですよね、うん、でもそういうのも、うん、まあ、今まではこう、師匠にね、小朝師匠に何か相談っていうになってたけども、これからはもう自分で決めていいわけですもんね。基本的にはでもそうしていかなきゃいけないですからね、ちゃんと定合も変えて独り立ちしなさいって言ってくれてるわけですから、うん、そこは自分でやっていかなくちゃとは思います、ね、なるほどね、そう、どうなんですか、やっぱり実際こう、はい、まだ独身独身です、ですよね、はい、三浦さんあたりどうですか。今ちょうど飽きましたもんね。疲れ空いたんで。なんかいいけど。どうですかね。それこそ離婚の時も、あの、相談乗ってましたから。あ、そうなんだ。はい、全部聞いても嫁のこと聞いて、はい、あ、それ来たかっつってやってましたから。そうなんだ。あ、そう。だからね、ちょっと私がそこに入り込むのはね。だからいいからね。いや、だからいい人が三浦先生にも来てくれると私は安心なんですけど。心配してんだね。心配してますよ。三浦さんね、そうです。そうです。どうなんですか、やっぱ落語家さんってモテるの？モテる？どうなんですか。どうなんだろう。でもモテるのかもしれないけど、うん、私みたいな、うん、女はやっぱりちょっと隠しますよね。隠す？いやだって。何隠すって。落語家で私一回婚活パーティーっていうのに一回行ったことあるんですけど、うんうんうん、こうやって私の前に前、うん、こう回ってくんですよ、男性が。回転寿司。そうそう、回転寿司みたいな。で5分ぐらいずつ喋るんですけど、本当ですよ、回転寿司。でやっぱりお仕事何してるんですかはまず最初来るじゃないですか。ね、落語家ですって言った瞬間に、女の人で落語家さんいるんですかって言って、入門の経緯を喋って次の人みたいな、確か、あ、そっか、それを13ターンぐらいやって終わったんですよ。で、指名一人も入らなかった。ええー、本当
当ですよ。なんかやっぱりちょっとあんまりわからないのかね、噺家さんのことが。そうなんです、全然興味、まあそれちょっと番組のロケで行ったので落語家って言わざるを得なかったんですけど、これはもう言っちゃいかんなと思いましたね。これはね、元祖婚活芸人どうですか、婚活芸人、キャッチフレーズが婚活系漫才キャッチフレーズやってましたからね。どうなんですか、ケイちゃん、そこら辺ね、はい、ちょっと どういうことですか。だからこう言わない方がいいのか、言った方がいいのかっていうことですよ。でももう言ってしまわないともうしょうがないですよ ね、 確かにね、その後からどうせバレるし、なんか逆にそれで興味持ってほしいですけど ね普通興味持ちませんか、うん、言われたら。でもめちゃくちゃも持つけどね、やっぱり真打ちじゃなかったからみたいなところもあるのかもしれないですよ。そんなの分かってるんですか、みんなお前まだ2つ目だみたいなそんなやつだったの。そっか、じゃあ真打ちになったら、じゃあもう真打ちなんで、遠慮なくですからね。さあもうね、お時間なんですけれどもお知らせがね、お知らせ、新内昇進披露公演が、うん、こちら6月11日も今週の土曜日、そうなんですね、あります。我々も出ます、出演させていただくんですけれども、ありがとうございます、ね、コンサッション大好き小糸くんも出ますし、はい、もう大好き小糸くんです。で兄弟子の玉之助師匠と、はい、でコンサッション、はい、これが午後1時間演、場所が読売ホール、読売ホールですね、読売ホール6月11日、そうですね、はい、でその前の日ににぎわい座でも、はい、きびだんごが来てくれる、きびだんご、これ崩しませんよ、ちょっと見たいな俺、きびだんご来てほしい、見たいよ。何やんきびだんごは、歌うんですかね、まあ、うん、お楽しみっていうことなんですけど、工場でみんなが、うん、ももか私のことを、まあ、ちょっと紹介してくれてお祝いを言ってくれるんです、きびだんごが、だからひかりくんが来るのかどうなのかがちょっと問題なんですそういうのもやって、CD デビューもしてるということですからね、はい、はい、ということで今日のゲスト、蝶花楼桃花さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。